はい、どうも、こんにちは、あやきっちですと。はい、今日もね、ロスターくんにね、初心者の皆様、始めたばっかりの皆様に、おすすめなアクセ。もうこれはね、何を差し置いてもね、完成させた方がいいよといった、アクセのね、ボスが来てます。こちら、ドドン。スライムジェネラル。まあね、これ、どういったアクセかと言いますと、はい、こちらのね、二つの指輪。この将軍の指輪を落とすボスなわけなんですが、このアクセが非常に強い。うん。まずね、基礎効果が攻撃力アップの時間が15秒増加。まあ、バイシオンの、まあ、120秒間アップするわけなんですが、まあ、その効果をね、15秒も増加してくれるという。さらに、基礎効果で行動時バイシオン。これはかなり強いですよね。こちらが呪文威力のアップの時間が15秒増加。まあ、いわゆる魔力覚醒の効果なんですけども、こちら基本的に120秒かな、こちらも。それを15秒間増加させて、なおかつ行動時 3% で早読みの杖がかかる指輪となっております。これ、杖職だと早読みの杖ができるんですけど、まあ、呪文使う職で杖を装備できない職結構いろいろあるよね。行動してるだけで早読みの杖がかかるといったね、そういったアクセになりますので、初めての方、初心者の方ね、これを機にぜひこの2つの両アクセはね、作っておいた方がいいです。じゃあ高木ちゃん、ちょっと行動時ってどういうことなんですかってことなんですけども、まあ、いろいろね、表記があるんですが、こういった攻撃時 5% だとか、復活時ヘビーチャージだとか、まあ、といったね、バフがかかるね、きっかけの、まあ、行動っていうのはいろいろあるんですけども、この、早読みとバイシオンがかかるのは、行動した時、とにかく攻撃、特技、道具を使うといった敵に何らかのアクション、まあ味方とかでもそうなんだけど、呪文でもいいし、そういったアクションがあるたびに、バフがかかってしまう。とにかく何か行動していればいい。ただコマンドを選ばなくて、こうやって動いてるだけじゃかかることはできません。これ行動時って言っても、ただ歩いてるだけだからね。コマンドを入れて何かをアクションするときに、こういったね、このバイシオンとか早読みの杖がかかるっていうね、素晴らしいアクセとなっております。で、よくね、昔ね、ちょっと質問されたんですけども、この伝承、まあ、いわゆる限界の諸行かな、4諸行のアクセかな、この伝承をさせられるのは。うん。なんですが、この伝承の効果って何がいいのっていうことをね、質問されたんですけども、これね、すごくね、意見が分かれるのよね。まあ、キノコ、タケノコ、山戦争と同じぐらい分けられるんじゃないかな。うん。一応僕ね、2個持ってるんですよね。まあ、完成はしてないんですけども、はい。呪文威力アップの時間が5秒増加させられる。まあ、いわゆるこれだと20秒増加させられるよね。呪文威力のアップが。こっちも、5秒、バイシオンの効果が5秒、いわゆる20秒増加するっていうことなんですが、僕の伝承のおすすめはこれ、攻撃力と攻撃魔力プラス2の方を強くおすすめします。まあ、っていうのは、攻撃力アップ時間が5秒増加、魔力ね、呪文の威力アップの時間が5秒増加って、まあ、5秒長くなるんですけども、時間切れしたら結局切れるんですよこれね。うん。で、死亡したりしても、バイキの効果とか、早めの杖がなくなったりした場合、消えちゃうんですよね。で、なおかつ、まあ、こっちの場合だと、まあ、攻撃力アップの時間が増えたとしても、行動してれば、またさらにね、バイシオンがかかって、延長されるので、やっぱり攻撃力に、がおすすめだね。うん。こっちも、まあ、呪文威力アップと早読みの杖内容が違うんだけども、まあ、攻撃魔力持続させる、常にずっとプラス2がついてるって思うと、やっぱりこっちのがおすすめなのかなと思います。たった2、ね、たった2なんですが、されど2。この2を上げるのに結構しんどい思いをしたことがある方はいませんか？うん。なので、僕のおすすめは、効果がずっと続く、この攻撃魔力と攻撃力プラス2が
伝承おすすめとなっております。さあそんな、スライムジェネラルをはいロスターでねマッチングでやっていきたいと思います。おやった3人人がいます。これはいいね。 S ジェネやっぱ人気なんだろうね。ちなみに耐性なんだけどもなしでいい、何もなくていい。まあ光耐性があればかなり楽になるんですが、まあでもどっちかっていうとヒットポイントを上げた方がいいのかなっていう気がするので、耐性属性耐性とか上げるよりはまあヒットポイントを上げるで、まあ光耐性が積み上るんであれば光耐性積んだ方がかなり楽になるかなってイメージかな。他にね耐性は一切いらない、もう裸と裸のガチンコ勝負となっております。はいドン。さあスライムジェネラルやるけど、昔はこれパラ構成で僕頑張ったんだよな。よいしょ、まあ、今となっちゃそんな強いことはないでしょう。一戦付けとにかく、よいしょ、最初前半は叩いて叩きまくる。あ、おっと、ふと気づいたんだが、今気づいたんだが、あの僧侶、戦う僧侶さんじゃない、ひょっとして。でしょ、戦う僧侶さんでしょ、槍を持ってるんだけど大丈夫かな、作戦が命大事にだよね。オッケー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 。いやー、やっぱりあのロスターのサポはなんか一味も二味も違いますな、本当に。ちょっと槍僧侶か、槍僧、まあでもレベル120あるからね、余裕でしょう、大丈夫でしょう。あ、聖女ありがとうございます。余裕があると聖女かけてくれるよね。基本聖女は後回しにかけるよね、サポ。もう一緒、天使も先でやってるよね。聖なる祈りもやってるよね。さあ、できるだけ範囲攻撃はね、置いときましょう。範囲攻撃は。CT 技の範囲攻撃はできれば置いといた方がいい。っていうのは、はい、仲間出ましたと、こういう風にね、呼ぶんで、しかもスライムをまず、これをほっとくとね、ベホマズンしまくってね、かなりグダグダになるので、ベホマズンされまくって。なので、一気にね、仲間を呼ばれたら、範囲攻撃で倒しちゃいましょう。倒しちゃいましょう。ちょっと噛んだな、今。さあ、このジェネラルブレイ、これがね、光耐性があれば、だいぶ軽減されるんだよね。ただ、そんな言うても、聖女とかかかってれば耐えるし、今じゃヒットポイント多ければ耐えるよね。どれくらい食らうんだろう。726、いや結構食らうな、結構食らうな。聖女さえあればいいって感じだな。で本来ならば赤になったらキングスライムとクイーンスライムを呼ぶんだけども、まあそれでそいつらが非常にちょっとね厄介なやつらなので、範囲攻撃で一気に倒せるたいんだけど、まあ今は力でゴリ押しだね。スライムジェネラル、こんな簡単になってしまったんですね。はい、お疲れ様です。でこれ気をつけてほしいのが、先ほども言ったんですけど、かけらだとね1個ずつなんだけども、これドン、はい出た、出ました。これね現物だとね一気に2つ出るのよ。でたまにね3つぐらいね現物が出たよっていう時があるので、はい、装備袋はね、常にね、開けときましょう。あれ？あれあれれ？あれ、買ったのにおかしい。うおー、スライダークコインを買ってしまった。ちょ、気をつけろ。気をつけろ。気をつけろ。どうやって間違うんですか、高木ちゃんって。だよな、S ジェネって書いてあるもんな。なぜかスライダークコイン買ってた。いやー、高いと思ったんだよな。はい、ということでね、凶悪性のボス、スライムジェネラルがロスターにやってきたので、今のうちに作っとけっていうね、動画でした。伝承は本当にね、まあ、両方作れたら、まあ、作っとけばいいけど、まあ、ただね、好みだと思うので、延長か、常に攻撃力2なのか、まあ、たった2なのか、されど2なのかだと思うので、好みだと思うのでね、よく考えてね、自分で作ってみてください。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。
バイバイ。